gentlemen, as boys and girls, we are Japanese instrumental band. I'm glad meeting you. Please enjoy Kukan Kobo Radio.CF チャンネルをご視聴の皆さん、こんばんは。12月12日土曜日22時30分になりました。空間工房ラジオ、ソララジ25回目の放送です。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド、トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やライブ情報はもちろん、ラジオならではのテーマとコーナーを設けてお届けします。はい、本日のゲストもベースの笹井です。こんばんは、メリークリスマスメリークリスマスメリープリークリスクリスマス早いよって言うんですよ、時は。あ、そう、早いよ、うん、そうです。そうね、そうだね、その次は28日だから、あれ28日じゃない26か、アフタークリスマスになっちゃうから、そうだね、メリークリスマス今言わなきゃ。いいね、そんな深く考えてなかった。12月ですわ。クリスマスってね、なんかワクワクするよねってよく福間さんが言ってるけど。なんかワクワクする？まあなんか街がさ、まあね、ワクワクしてるじゃない。活気づいて、うんうん、くる感じね。単純に、まああと自分が冬がめっちゃ好きっていうのがあって。え、そうなの？寒いだけでワクワクするよね。テンション上がるみたいな。冬嫌いなんだよね。あー、出た。そういう人たちにも毎回言ってるけど、寒いのなんてさ、着りゃいいんだからさ。あ、そうなんだけどね、うん、なんかやっぱって思うんですけど、布団から出れない問題があるんだよね。いや、それはそれでいいじゃない。夏暑くて寝起き悪いなみたいなよりかはよっぽどいいと思うんですよね。あ、確かに。そっか、よっぽどいいというか、俺はそれがいいっていう。あ、うん、寒みたいな。ね、俺寒いと本当に活動停止しちゃうからさ。ああ、なるほど ね。自分の体調的なあれもあるのかな、うん、体質的な。動かなくなる。冬眠しちゃう。そう、冬眠しちゃう。野生の心が。秋はね、よく走ったりとか外に出歩きやすいんだけど、はいはい、冬になった途端もう精神的にこう億劫で。そう、出たくねえわみたいな。そう、まあ、とか言いながらね、まあ、1月来年の1月末にあのハーフマラソン大会にエントリーしちゃったんですけど。またやんの？あれ、去年やってなかった？去年、今年、去年、いや、一昨年かな、一昨年か、うん、前回出たのは10キロマラソン。あ、10キロね。10キロ。主な活動がインドアだからさ、それもあるかもしれない、うん、あの、あ、俺が冬が好きという理由は。寒くても、うん、また山登ったりはできないか、まだ。冬はね、あんま登んないね。な、危ないの？そう、登る人もいるんだよね、うん、なんかクレイジーな方は登るんですけど。でも1月1日のね、富士山とかいそうだけどね。登れんのかな、多分。って見れないんだっけ。確かクロートな人は雪山登るんですよ。ただ一般の人向けには閉山してて、はい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 、基本登れないはず、うん、海開きみたいな。そう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 、富士山って確か3ヶ月か4ヶ月の間しか登れない。あ、そうなの。そんな短いんだ。結構短いよ。へ、うん、あれ、じゃあそれは どうやって見たんだ俺は。え、行ったことあんの？いや、ないけど、なんかその映像を見たような気がして。あ、映像ね、うん、映像はあれじゃない、やっぱプロの登山家が登ってるんじゃないかな。なんか普通の観光客のがいたイメージだったけどね。まあちょっとわかんない。へー、その情報が嘘かもしれない。そう、そうだね、フェイクニュースかもしれない。あとで調べて、YouTube の概要欄に正確な情報を載せておきます。お願いします。クリスマスね、うん、そう。クリスマスワクワクするって話だった。あ、そうだ、そうだ。ワクワクするね、うん。まあ、街の効力は大きいんじゃない。そのなんとなくさ、あ、そう、ね、イルミネーションとかでさ、うん、キラキラしてるじゃない。キラキラしてね、うん、ね、でその後にはもう年末年始が控えて、そうそう、休みがね。そうだね、うん、その感じの空気が好きなのかもしれない。確かに、うん、確かにそれはワクワクするわ、うん、休めるしね。そう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 、クリスマスとかね、プレゼントもらえたらラッキーって感じよね。今ね、誰からもらうんだろうね。誰だろう、友達とか。友達とか、うん、あんまないけどね。いわゆるさ、包装紙にさ、うん、
くるまれてるリボンついてるプレゼントみたいなのってもうしばらく見てないじゃん。確かにある。2年前ぐらいに福間さん主催 の飲み会でさ、クリスマス交換会やろうぜ、クリスマスプレゼント交換会を飲み屋でやろうぜみたいな、はいはい、あの柏の行きつけの居酒屋さんでねやってたね。確かに、うん、なんかさ子供の頃ってさ、まあ、俺はそうなんだけどレゴとかさ、うん、あのゲームのハードとかさ、うん、64とかさ、なんかでけえもんだったじゃん、そんな、うん、50センチは幅があるぐらいのでっけえプレゼントがこう家に来るみたいなイメージがあったんだけど、うん、そのでけえのもらえるみたいなワクワク感、あ、それはワクワクするよね。そう最近感じてないなって。わかる、その、ね、大人になるにつれてその何かをもらった時のワクワクが失われていることに気づき出してるよね。ね、そうだって今クオカードとかで嬉しいじゃん、うん、さ、アマゾンギフトカードみたいなやつでさ、うん、でかくないけど、うん、ね、あのカード1枚で嬉しいんだから、あのワクワクはどこに行っちゃったんだろう ね取り戻したいです。取り戻したいです。ゲームのソフトをもらうだけで飛び上がってたもんね。ね、そのワクワクを失わずにやっていきましょう。そうね、うん、最近ね、ゲームをやらない人生をこう歩んできたんですよ。その若い頃はめっちゃゲームやってたんだけど、うんうんうん、もうゲームはやらないって決めてゲームずっとやらない期間が空いて、うん、最近ちょっとゲームやるようにしててそれ意図的にやるようにしてる。意図的にやるようにしてる。本当かな。で、意図的にやるようにして、若い頃の記憶をこう思い出して、ワクワクしてた頃を思い出してやってますね。はいはい、なるほどね。ピクミンやってますね。あ、新しいやつ？新しいピクミンデラックス。サブストーリーモードみたいなのがあるんでしょ？そうそう、サブストーリーモードで、前に初代ピクミンとピクミン連れ出てきたキャラクターを操作できるモードがあったり、やってる。結構面白い。やり込み要素もあって。そうなんだよね、ああいうのやり込み要素があるからさ無限にやっちゃうんだよね。そう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 懐かしいですね、うん、でもあれは疲れた時にやるのが本当に良くて、あ、なんか引っこ抜いてね出てくるピクミンも可愛いし、可愛いよね、癒されるね、うんうん、効果がありますよ、うんうん、でも仕事の後にこうやってるよ。だからもう仕事終わってすもう5分以内にやってる早スイッチ起動してそう素晴らしいね。いい時代だよ。うん、いい時代。はい、というわけで、はい、そんな、まあ、クリスマス気分なんですけれども、うん、なんかクリスマスの楽曲をかけたいなと思っているんですが、はいはい、何かおすすめあります？なんかクリスピージャムオーケストラでもいいし、まあ、最近こうたくんから楽曲を流していいと承認降りてるので、こうたくんの曲でもいいし、まあ、空間の曲でもいいんですけど。クリスマス、まあ、冬みたいな曲だよね。そうだよね。トイボックスいいんじゃないですか。うん、じゃあこうたくんのトイボックス、はい、ね、おもちゃとクリスマスプレゼントかけて。そうですね、いいと思います。はい、カンのこうたのナンバーでトイボックス。Thank you.
い、じゃあ空間工房のいつものコーナーをやっていきましょう。最近おすすめのアーティストいますか？います。はい、フォー・トレイシー・ハイドですね。知らない。これは多分みんな知らないと思う。でもすごい好きです。あのね、なんかマホロネでライブに出た時に、うん、マホロネ、そのライブの主催の人がマホロネってシューゲイザーっぽいよねって言われて、シューゲイザーっていう、まあ音楽のジャンルがあるんですけど、まあ、それも初めて聞いた。そう、ギターが強音で結構鳴ってて、まあ曲調はポップスに近い感じ、うん、でボーカルが割とちっちゃい声で歌うみたいな、ささやき声で歌うみたいな、まあ主にそういうイメージのバンド、というかまあジャンル、シューゲイザーってはもともとバンドなのかな。ね、ジャンルの名前になって、シューゲイザーっていうジャンルの名前があって、でもともとそのシューゲイザーって、まあなんとなくは知ってたんだけど、もっとなんかこう攻撃的な音楽のイメージだったのね、でそのシューゲイザーって言われたことに対して、え、マホロネってシューゲイザーなんだってすごい衝撃だったんだけど、まあよくよくちゃんと調べてみたら、あ、意外とそういう要素もあるなって思って、でシューゲイザーとか、まあそれに付随してドリームポップスって呼ばれてる音楽のジャンルがあるんだけど、その辺のバンドをよく聞くようにしていて最近で、その中の Spotify とかで調べると、やっぱプレイリストでジャンルごとのプレイリストがあるじゃないですか。でドリームポップス、ドリームポップで聞いていたら、フォートレイシーハイドっていう、これも女性ボーカル、おそらく5人組ぐらいのバンドなんですけど、その曲がめちゃくちゃいいですね。中でもおすすめの曲はあるんですか？あ、これですね、つなぐ日の青ですね。 Spotify には普通に出てくるんで調べていただければいいんですけど、ジャケットが女性が横を向いて上を向いて、なんかこう全体的にぼんやりとした、泡水の中で撮ってるのかなみたいなイメージのジャケットですね。かなりポップス寄りなんで聞きやすいと思うし、声が素敵ですね、この女性の方の。はい、最近よく聞いてます。バンド名思い出せない。フォー・トレイシー・ハイド、フォー・トレイシー、全部英語なんでおすすめです。聞いてみます。ドリームポップが最近来てますね。篠原さん何かあるんですか？最近桜坂かな。桜坂なんてあるの？そう、もともと欅坂っていう名前だったじゃないですか、はいはいはい、あれ改名したんですよ。え、そうなんだ、知らな福山雅治、欅坂から桜坂に10月14日に改名をね、あ、めっちゃ最近にされまして、で改名した後に出た一発目の曲なのかな、最近リリースされた、なぜ恋をしてこなかったのかというタイトルがあるんですけど、はい、これ聞いててまずアイドルっぽくない、まあ、今までになかった感じの曲、パッと思ったのは、あの川谷絵音さん節が出てるなって思ったんですけ ど別に川谷絵音さんが作曲したわけではないじゃなかったね。そう、流行りなのかね、流行りなのかな、すごいマイナーな曲調なんだけれども、その中でもその希望が見える感じのメロというかアレンジがされていて、まあすごいなってすごいなっていう、コンポーザー目線でね、感想しか出てこないですよ本当。で MV もその時たまたま MV をちゃんと見る機会があって、見てたらこうね、やっぱね、歌詞とその MV のこのマッチ感というか、その歌詞に合わせた振り付けもあるし演出もあって、あ、そういうのも考えながら曲は作んなきゃいけないもんだなっていうのを最近ひしひしと感じてきてますね。まあその場合どっちが先なんだろうね、その曲がやっぱ先にできてさ、それに合わせてミュージックビデオの世界観を作るとかさ、振り付けを考えるとかっていうのもあるだろうし、詞ができてくる
るのかな、曲ができて詩ができたのか、まあ多分逆の人もいるだろうけど、うん、そっから多分 MV の演出が決まってくのかな、うんうん、アイドル曲ね、はい、いいですね。最近なんかそのバンド、まあ、僕私立恵比寿中学好きなんですけど、うんうん、まあ、恵比寿は特にそのいろんなバンドとかアーティストとコラボしてその楽曲提供を受けてその曲を歌うみたいなのが割と多いイメージがあるんですけど、なんかそういうのが増えてんのかなみたいな、勝手にそういう印象を受けますね。タイアップってかな、そうね、タイアップっていうよりかは、例えばまあそれこそ川谷絵音が曲を作って、うん、それの曲を歌うみたいな、それを全部なんかいろんなアーティストから提供を受けたやつを1個のアルバムにしてリリース、ターンが2枚ぐらいありましたね。あ、そうなんだ、うん、それはいいですね。ああ、ちょっとエビチューも聴いてみないといけないですね。エビチュー曲がいいですね、うんうん、はい、というわけで、最近改名した桜坂さんを紹介させていただきました、はい、ソララジ、まあ、ソララジの恒例コーナーになってきた、作曲コーナーをやっていきたいと思います。よいしょ。まあね、あっくんとね1対1でやるの初めてですね。うん、こうたくんと、うんうんうん、あっくんと、キーボードの阿部を入れてやった回はあるんですけど、はい、まあ、今回は2人で作ってみたいと思います。よし、お願いします。お願いします。なんかあのさ、はいはい、ゲームの話が ありましたけれども、ゲームのサントラっていいよね。確かにね、ゲームのサントラ、動物の森とか好きですよ。あ、うん、それ聞きたいですねそう、そう、ゲームのサントラいいなと思って、うん、架空のゲームのサントラ作りたいです。ああ、いいんじゃないですか。じゃあなので、そう、そのなんか曲を作れたらいいなって、はい、あ、なるほどね、に思っております。どんなのにしようかな。どんなのがいいですか。まあ、おのおのなんかゲームのイメージがあると思うんですけど、今までやってきた、うん、まあ、それはあえてすり合わせはせずに、せずに、うん、作ってみようかなと。まあ、最終的に何曲か集まって、はい、まあ、アルバムみたいにして、うん、これが架空のゲームのサントラですと。なるほどね、いう形でね、残したいですね。了解です、うん、じゃあゲームのタイトルもイメージも決めずにサントラだよって、そう、サントラっぽい感じで、感じで、はい、了解です。何から作る？どうしようか、じゃあコード進行から作ってみ、作る？見ちゃう、どうしようかな、じゃあ王道進行で作りたいんですよ。ああ、カノンコード？カノン進行じゃなくて4-5-3-6かな。4-5-3-6進行。これかな。それ何のキー？ F。F か。F だと。C。C のキーかも。あ、C。C だったら。F から始まってる。かな。F、F、G、E マイナー、A マイナーですね。そうだね。じゃあ、F、F、G、E マイナー、A マイナーの進行で。ループしてみる？ループで。じゃないなんかサントラって言われたら、うん、サントラかって感じ。あ、そうね、うん、どういう場面だろう。やっぱ街の BGM じゃない。街の BGM か。街の BGM か、まあ、草草原を歩いてる感じかな。モンスターが出ない草原かな、はいはいはい、出ない草原。モンスターが出ない草原で風がこうふわふわ吹いてて、はいはいはい、あの爽やかな感じ。だちょっと切なさがあるじゃない、マイナー、このここが。確かにね、マイ切なさはやっぱ一人なんじゃない、一人で歩いてんじゃない。あー、だからあれか、なんか仲間、最初仲間がいるけど、うん、ちょっとなんかイベントがあって一人でどっかに行く時の、あ、そうだね、あれなのかな、一人ぼっちになっちゃった。あー、はいはいはい、ちょっと切なさがあるね、うん、そうね、はいはい、そんな感じで。なるほど、それ撮りますか2分だ今いいけど、もう一回、じゃあもう一 回やる、うん、あのメロをちゃんと決めてやりますか。うん、
じゃあそんな感じで撮りましょう、はい。あ、いいね。その表紙？あ、違うか。それはなんとなく進行？なんとなく進行。またなんか。なんかお祭りみたいな。お祭りイベントの村の竜を立て祭るイベント、絶対になんかその夜になんか起きるやつ、あの昼、昼ね、うん、すっごい平和の時の。なんか3つぐらいできた今、ご進行は。何だ、だん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 、ここは A だから多分、うん、そうだね。ちょっともう一回、次が A。 ソララジ、
町の中のお祭りだっけ、うん、的な何かを建て祭るお祭りがあって、ある昼ね。そう、その一日の昼。昼ね。で、夜不穏なことが起きる。そうそうそう。千年祭りみたいな。うん、じゃあ、そんな感じの曲、2曲作りましたけど。うん、どうしようかな。曲のタイトルつけとく？ああ、つけとくか。1曲目は？でもちょっと切なさがある。ね。切なさ。なんか一人で歩いてんじゃないかっていう。モンスターが出てこないっていうところで、なんだろう。聖域的な名前があるんだよね。あ、そうなんだ。サンクチュアリか。サンクチュアリ、サンクチュアリではないんだよな。うん、じゃあ、プラトニックで。どういう意味ですか？純粋に精神的で清らかな様というので。なるほど。プラトニックで。はいはい。はい。いいですね。じゃあ、もう一曲の方は。なんとか祭りにしたいんだよね。100年。何年っていうのを入れたいんだけど。万年祭りに。千年祭り。千年かな？千年の宴。それ、居酒屋ですね。あれ、そう、あ、そっか、そんなあったね。あったわ。忘れてた。まあ、多分、なんかその、なんとかの千年祭りみたいになるんだろうな。その村の名前で。村の名前ね。うん。ふふふの千年祭りみたいな。じゃあ、ふふふの千年祭りにしましょう。丸々の千年祭りにしましょう。丸々の千年祭りで。はい。というわけで、2曲、作曲しました。まあね、今回ね、コード進行から作るっていうので、作りやすかったんじゃないかなって思います。うん、はい。まあそんなに凝ってないしね、コード進行自体が。そうだね。ほぼキーに沿ったコードだったんで。うんうん、メロも当てやすいでしょう。いや、当てやすかったです。無限に出るでしょう、そんなのはもう。メロディーメーカー。確かに。はい、じゃあ以上で作曲コーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ソララジ。今回はベースの支えと作曲コーナーで2曲。作ってみました。いかがでしたでしょうか。次回は12月26日土曜日更新予定です。今回もご視聴いただきありがとうございました。またね。